はい、こんにちは。パイチューバーの八野誠でございます。今日もパイネットワークの情報をお伝えしていきます。5月24日にパイネットワークアプリのトップ画面更新されました。いつものように日本語訳で見ていきます。メインネット安全上の注意事項ということで、ウォレットパイネット .com ではパイウォレットパスフレーズのみを入力してくださいと。はい。で、より多くのパイオニアがメインネットに移行するにつれて、保管されていないパイウォレットとパイの安全性を思い出してください。ウォレットのパスフレーズを不正な行為者やフィッシングサイトに共有する際の間違いは、ブロックチェーンの普遍性により取り消し不能なトランザクションにつながる可能性があります。パイウォレットには正確にウォレット .pynet.com 経由でのみアクセスし、同様の URL のバリエーションやパイウォレットを装ったサイトからアクセスしないようにしてください。すべての公式リンク、アカウント、ハンドルおよび過去の安全性に関する発表については、最近更新されたパイセーフティセンターを参照してくださいと、はい、いうことですね。で、この真ん中のセーフティセンターっていうところをタップすると、ブラウザー開きまして、パイの、ね、ブログですね、立ち上がりまして、でここにね、たくさん URL 載ってますので、ここに載ってる URL がパイの公式の URL になりますので、まあここに載ってる情報のみを信用してくださいということなのでね、まあいろんなところでパイのね、ロゴとか名前使われてたりしますけれども、まあパイコアチームが発表している内容が正式なものとなりますので、それ以外はね、信じないでくださいっていうのがパイコアチームの主張になりますと。はい。で、このサイトね、よくね、見ていただければと思うんですけれども、たくさんね、あの YouTube とか Twitter とか載ってますので、このURL 経由で載ってる情報はパイコアチームがちゃんとね、しっかり情報発信しているものなので、この情報だけを信じてくださいということですね。はい。で、あとパイアプリと製品の公式リンクとかいうことで載ってますので、はい。で、特にここですね、はい、地元と関係ない許可されてない活動ということで、オープンネットワークが近づくにつれ、パイオニアはパイアカウントを保護し、潜在的な悪質な行為者や活動、詐欺、他人になりすます個人に注意することが重要になります。地元の無関係な活動や無許可の活動に関する当社の声明をお読みくださいということで、ここですね、もっと詳しく見るというところをタップしていただくと、新たにね、また別のブログ立ち上がりますと。で、この地元と関係ない許可されていない活動に注意してくださいということで、こちらのウェブサイトの方ですね、まあ読むのめんどくさいと思いますので、いつものようにね、私の方で音声合成で読み上げたものをこの後流しますので、まずはね、こちら確認してください。地域の無関係な活動や無許可の活動に注意してください。オープンネットワークに近づくにつれ、パイオニアはパイアカウントを保護し、潜在的な悪質な行為者や活動、詐欺、他人になりすます個人に注意することが重要です。昨年、パイチャットのモデレーターとパイオニアから、無関係で無許可の様々な個人や団体が当社のプラットフォーム名であるパイを使用しているという通知を受けました。場合によっては、これらの活動はパイの名前と商標の不正流用や不正使用によってユーザーを欺くことを目的とした詐欺待ちなイベントや行動に関連していました。他のケースでは、これらの活動は違法で略奪的でした。これらの行為はユーザーに害を及ぼすだけでなく、パイとその運営の評判に悪影響を及ぼしています。このような活動には以下が含まれますが、これらに限定されません。パイに関する虚偽の情報を公開し、偽のニュースを広める。円周率ネットワークの商標権を侵害する行為。パイオニアや一般の人々を不正に利用し、欺く目的で違法な地域活動を組織する目的で、パイ創設者の肖像を違法に偽造し、または不正に使用する行為。無許可の第三者が主催するパイの無許可のプリセールス及び販売への違法な参加及び擁護。そしてパイに対する根拠のない噂、誹謗中傷、攻撃を流布し、パイ、このプロジェクト及び地域社会の評判に深刻かつ取り返しのつかない損害を与えること。
ユーザーパイパイの名前と商標を保護するための継続的な取り組みにおいて、現在及び将来のユーザー及び一般の人々に次の重要な点をもう一度明確にしたいと思います。パイコアチームは個人または組織に上記のアクションの実行を許可したことはありません。パイ、パイコアチームおよびパイの創設者はそのような活動に従事するいかなる当事者とも一切関係ありません。このような活動や行為はすべてパイによって許可されておらず、これらの種類の活動に従事することは控えるべきです。パイオニアおよび一般の人々は当社のウェブサイト、アプリ、または公式ソーシャルメディアチャンネルで公式に説明および宣伝されていないすべての活動は許可されておらず、そのような活動への参加はあなたや他の参加者に危害を加える可能性のある詐欺行為であるため注意する必要があります。またパイが承認した活動の特徴は、真のパイが承認した活動や関係者があなたにお金を要求しないことであることに注意することも重要です。上記の不正な活動に参加する場合は自己責任で行ってください。パイの設立当初からパイは俯瞰紙幣のオンランプを必要とせず、誰でも参加してマイニングできるというのが私たちの基本原則です。お金を集めたりユーザーが参加するためにバイインする必要があったりしたことは一度もありません。同様にパイは料金を請求したり、ユーザーがパイに参加するためにパイなどからアイテムを購入したりすることを要求しません。パイへの参加は強制やユーザーへの金銭的コストなしに完全に自発的なものであることは常に事実です。当社はこれらの事件の調査を継続しており、パイとその評判を保護するためにこれらの不正で違法な活動を組織している当事者に対して利用可能なすべての法的措置を取る権利を留保します。メインネットの閉鎖型ネットワーク期間中のパイアカウントの安全性の詳細については以前のブログ記事を参照してください。はい、でちょっとねポイントとなるところ緑色で強調してますけれども、無許可の第三者が主催するパイの無許可のプリセールスおよび販売への違法な参加および擁護ということでですね、まあね、オープンメインネットに移行していないので、今いろんな取引所とか、あとね個人売買とかでやっているそのパイのね売買についてはもう全部運営が無許可のもとなのでね、偽物ですよと、本物じゃないですよということをねここで明言してますの で、 でこちらにもね書いてありますけど、パイコアチームは個人または組織に上記のアクションの実行を許可したことはありませんということなので、今ねもし市場でパイネットワークのまあいくらで買いますよとか、あとはねいろんな取引所に上場してるやつも全てパイコアチームはね許可してないと、ね、いうことなので、全部偽物ですよっていうことをねここから読み取れるかと思いますのでね、注意していただければと思います。で同じような内容でもう一つね記事ありますので、この不正なトークンリストということで、不正の 無許可の第三者取引所及び潜在的な未知の第三者がパイネットワークの同意権限または関与なしにパイまたはパイの派生品と称するトークンを上場しようとしました。当時の当社の公式発表をお読みくださいということで、こちらね詳しく見るを押していただくとその当時の記事が出てきますので、こちらもねまた音声合成で読み上げたものをこの後流しますので確認してください。パイネットワークはいくつかの無許可の第三者取引所および未知の第三者がパイネットワークの同意権限または関与なしにパイまたはパイまたはパイの派生物と称するトークンを上場しようとしているという報告を認識しています。繰り返しになりますが、パイは現在インクローズドネットワークに属しており、パイネットワークによって取引所への上場や取引が承認されておらず、パイネットワークはこれらの投稿や上場とされるものには関与していません。現在、パイネットワークは全てのパイオニア及び潜在的なパイユーザーに
これらの取引所や第三者の行為はパイネットワークと提携しておらず、パイユーザーに重大な損失や損害を与える可能性があるため、これらの取引所や第三者のアクターと関わらないことを推奨しています。また、パイネットワークはこれらの投稿や取引所のリストの削除を要求し、第三者や取引所に関する追加の措置を評価しています。暫定的に取引所を介したパイの取引は、インクローズドメインネット期間中は明示的に禁止されており、そうすることはパイのポリシーに違反することを繰り返し強調することが重要です。パイのクローズドネットワーク期間のユニークで革新的な設計は、ネットワーク、コミュニティ、および個々のパイオニアの最善の利益を念頭に置いて、真の実態とユーティリティのネットワークを構築するための戦略的選択です。メインネットの現在のクローズドネットワーク機関により、パイネットワークは大規模な KYC、移行とエコシステムユーティリティの構築という2つの優先事項に集中することができます。どちらもオープンメインネットに備えるための実行可能なエコシステムを構築するという究極の目標に向けた重要なステップです。パイネットワーク、パイ、および当社のポリシーに関する追加情報については、以下のリンクから公式に公開されているコンテンツをご覧ください。詳細については、パイで安全を確保する方法に関する以前の記事をご覧ください。パイ関連のニュースは、ここに記載されている公式ソースからのみ信頼してください。2021年12月更新ホワイトペーパーチャプターは参考にしてください。はい、そして最後ですね、結構やっぱり初心者の方とか、ね、最近パイネットワーク始めた方とかは、ね、こうフォビーとか結構そこそこの取引所に上場してるパイがあるんだけど、これは何なのということでね、ご質問いただくことがたまにあるんですけれども、こちらもね、全部あの偽物っていうか、もう取引所が勝手にね、そのパイのね、価値をまあ販売しているというものになりますので、パイネットワークの公式のものとは違いますよとね、取引所独自にね、値段をつけているものになりますので、ここね、本当に間違えないようにっていうかね、で、質問いただくんですけども、この2つの動画でね、詳しく解説してますので、質問いただいてももうね、回答済みということで、私からはアクションしませんので、まあ先ほどの記事と合わせてこちらの動画ね、見ていただければね、どういうものかっていうのがわかるかと思いますので、確認していただければと思います。はい、ということでね、パイネットワークまだやってないよという方は、まだね、間に合いますので、こちらの QR コード読み取っていただいて、始めていただければと思います。はい、で、詳しい登録方法とか、あとね、いろいろやり出すとわからないこと出てくると思いますので、まあ、わからないことに関しては、過去動画で全て解説していますので、こちらの QR コード読み取っていただいて、動画の再生リストからわからないことを探していただいて、動画を見て解決していただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。